大人気ラノベが大量発売して凄 すぎる。どうも、ゆきともです。今回の動画は10月発売の注目ライトノベル紹介ということで、10月に発売するラノベの中から注目ラノベをピックアップしていきます。ライトノベルの最新トレンドを知りたい人はもちろん、普段あまりラノベを読まない人もラノベに興味を持ってもらえるようにがっつり紹介していきますので、この動画で気になる作品を見つけていってください。それとね、この動画が参考になりましたら、高評価ボタンをポチッと押してもらえるとめちゃめちゃ嬉しいです。それではやっていきましょう。まずは10月25日発売の MF 文庫 J からです。最初はシリーズ続刊タイトルからチェックしていきましょう。今月の注目タイトルはこちら。男子禁制ゲーム世界で俺がやるべき唯一のこと第3巻。全力回避フラグちゃん第5巻。探偵はもう死んでいる第10巻。ようこそ実力至上主義の教室2年生編第10巻。こちらの4作品をピックアップして紹介していきます。人気シリーズががっつりありますね。まずはね、関数が少ないタイトルから見ていきましょう。まずはこちら。男子禁制ゲーム世界で俺がやるべき唯一のことの第3巻です。このシリーズはね、今年の4月に1巻が発売したんですけど、もう3巻目なんですよね。かなり早いペースで新巻が出ています。ジャンルとしてはゲーム世界転生ファンタジーなんですけど、主人公が転生するのが男子禁制のユリゲー世界っていうね、一風変わった設定になっています。まあ、どのルートでも破滅エンドを迎えてしまうお邪魔男キャラに転生してしまった主人公が、なぜかユリゲーのヒロインたちに好かれてしまうので、まさにユリの間に挟まる男になっちゃうんですね。まあ、ただね、主人公は一本筋の通ったキャラクターで、大好きなゲームキャラのために奔走するので、見ていてね、気持ちいい感じもあるんですよね。それとね、転生したゲーム世界は、エルフや魔人なんかも登場する、バトル要素ありの現代ファンタジーですので、まあ、しっかりバトル展開があるっていうのもポイントです。まあ、方向性としてはね、少し前にアニメ化が決まった、マジカルエクスプローラーに近い感じですけど、まあ、世界観も含めて差別化はできていますので、そちらのファンもね、しっかり楽しめると思います。まあ、MF 文庫 J の今年の新シリーズの中で、かなり有望株なんじゃないかなと、個人的には思っていますね。最新刊では、仲違いする姉妹のヒロインを中心にストーリーが展開するようです。まあ、主人公はユリ中ですので、姉妹のユリを完成させるべく、また色々と奔走する展開となるようです。こちらね、新感覚の学園バトルファンタジーになっていますので、気になった方はチェックしてみてください。続いてはこちら。全力回避フラグちゃん第5巻。YouTube 漫画チャンネルから始まったコメディファンタジーの最新巻。チャンネルの方がですね、登録者数100万人を突破しているみたいです。いや、1割でいいので分けてほしいですね。死亡フラグが立った人の命を回収する死神の少女死亡フラグちゃんを中心に、生存フラグや恋愛フラグなど、個性的なキャラクターたちのドタバタコメディが描かれる本作。YouTube チャンネル初の作品らしく、キャラクターの強みをね、前面に生かした作品って感じですね。まあ、モブオっていうね、男性キャラも登場して、まあ、いろいろとね、フラグを立てていきますので、ラブコメ展開もしっかりと完備しています。ストーリー部分もね、しっかりしていますので、キャラ小説と思って読むとね、意外な面白さが味わえるかもしれません。まあ、それとね、YouTube チャンネル初ですけど、しっかりね、ラノベ単体で楽しめる作品ですので、無理に動画の方を見なくても大丈夫な作りになっています。まあ、そこら辺はね、ラノベ派にはありがたいですよね。最新刊では、モブオの存在が崩壊する危機が発生し、フラグちゃんたちが問題解決のために奔走するストーリーとなるようです。結構ね、ヒロインレースが盛り上がる感となりそうです。こちらね、新世代の YouTube 原作ラノベですので、未読の方はチェックしてみてください。続いてはこちら、探偵はもう死んでいる第10巻。大人気の異能バトルファンタジーの最新刊。関数もついに大台の10巻目に入ってきました。いや、なんかあっという間ですよね。世界をかける探偵シエスタと、その助手君塚の眩しいほどの冒険から始まる本作。大切な人を失ったりもしながら、世界を脅かす強大な敵との戦いを描いていく壮大なストーリーが楽しめます。単文字ってね、物語当初の怪人とのバトルっぽいところから、関数が進むことにスケール感がとんでもない勢いで広がっていくので、最新巻付近になると、もうね、ガチで世界全体を巻き込んだ、ものすごい物語になっちゃうんですよね。何でもありのごちゃ混ぜ感がいい感じです。ちなみに単文字に関しては、テレビアニメの第2期がすでに決定していますが、いつ頃の放送になるんですかね。来年放送なら、そろそろ情報が何かしら出てほしいんですが、新刊発売に合わせて、なんか新情報出てほしいですね。まあ、新刊の帯に何か書かれていないか、しっかりチェックする必要がありそうです。そしてね、最新刊に関しては、あらすじに、正義を追求した者たちの理想と意志を問う名もなき英雄譚と書かれていまして、また少し過去エピソードが入りそうな感じです。まあ、ただね、何やらこう、水着快適なイラストがあったりと、まあ、どんなストーリーになるのか、ちょっと予想ができませんね。まあ、斜め上の切り口で来るっていうのはね、単文字のお箱ですので、シリーズファンはね、最新刊も楽しんでいきましょう。続いてはこちら、ようこそ実力至上主義の教室2年生編第10巻。
妖術最新刊がついに来ました。これはね、待ち望んでいた人も多いでしょう。それにしてもね、最新刊の表紙が学園ものとは思えない威圧感を放っていてね、ちょっと笑っちゃいますよね。まあ、本作はね、特殊な教育が行われる高度育成高校という学校を舞台に様々な知略戦が行われていきます。まあ、一風変わった特別試験なんかもあり、いろいろな読み合いや駆け引きがたっぷり描かれますので、まあ、どんな展開になるのか考察するのがね、面白いんですよね。まあ、それとね、なんといっても主人公の綾野浩二が何を考えて行動しているのか全キャラの中でもトップクラスにわからないので、主人公の行動を考察するっていうね、面白い切り口の読み方もできます。まあ、関数を増すごとにね、もうラスボス感が増していきますので、果たしてこれからどうなってしまうのか楽しみです。まあ、最新刊に関しては2年生編の3学期が開幕し、初っ端から過酷な特別試験が実施されるようです。その名も生存と脱落の特別試験となっていまして、いや、大規模な試験が開催されそうです。まあ、脱落なんて言われるとね、誰かしら退学になってしまうのかっていうところで結構心配になっちゃいますね。まあ、他にもね、ヒロイン周りの動きも活発化していますので、まあ、そこら辺がどうなるのかも注目です。まあ、ただ主人公のせいでね、全くラブコメ的な感じになれないのが、まあ、妖術って感じです。まあ、2年生編に関してはね、おそらくね、残り 2,3 巻くらいで終わるとは思いますので、こっから一気に物語が進んでいくと思います。まあ、最新巻でね、どんな変化が起きていくのか、シリーズファンはがっつり楽しんでいきましょう。それとね、妖術に関しては来年の1月からアニメ3期が始まります。こちらに関してはね、1年生編のラストまでアニメ化されますので、原作の2年生編と比較しながら見ると結構面白いことになりそうですね。まあ、アニメに関してはね、賛否両論ありますが、少ないリソースを限界まで使っていて、個人的にはね、そこまで悪いっていう感じはしないんですよね。まあ、1年生編のラストは盛り上がる展開も多いので、エピソードをね、どれくらい取捨選択するのか気になります。まあ、原作を読みつつアニメ放送を楽しみにしていきましょう。以上、シリーズ続巻タイトルの注目作品でした。続いては新シリーズの注目作品です。今回は3作品ピックアップしていきます。まずはこちら。陰キャボッチは決めつけたい。これは絶対陽キャの仕業。忍ばないとやばい。大嫌いなあいつとテレパシーで繋がったら、こちらの3作品を紹介していきます。MF の新作はね、結構尖った作品多いですから、いや、どんな感じになってるのか楽しみです。まずはこちら。陰キャボッチは決めつけたい。これは絶対陽キャの仕業。こちらは陰キャ陽キャ系のスクールカースト青春ラノベとなっています。表紙のヒロインがね、親指を下に向けてなかなか攻めたポーズですよね。本作のヒロインは陽キャが青春を楽しんでいることに恨みを持っていて、高校生活を陽キャへの復讐に捧げると公言しているなかなか痛い子みたいです。まあ、そんな彼女の復讐に協力することになった主人公がドタバタとした青春に巻き込まれていくっていう展開のようですね。それと本作は学校内で起きる事件をヒロインが解決していくちょっとしたミステリー要素もありそうですので、単純なラブコメにはならそうです。まあ、陽キャを潰したいヒロインですので、基本的には陽キャを犯人扱いしていくコメディ展開になるって感じなんでしょうか。まあ、陽キャに喧嘩を売りながら事件を解決する一風変わった青春ラブコメが読みたい方は本シリーズチェックしてみてください。続いてはこちら。忍ばないとやばい。本作はタイトルに忍ばないっていう風に入ってる通り、なんとね、忍者が登場する新感覚現代忍者ラブコメになるということです。謎すぎるジャンルのラブコメが来ましたね。本作の世界観は日本の治安維持に陰ながら忍者が活躍しているっていうね、一風変わった設定となっています。まあ、世間一般から秘匿されたエージェント的な立ち位置ですので、まあ、ちょっと前に流行ったね、ドラマのヴィヴァンみたいな感じですよね。そしてね、その忍者の最終試験として主人公が正体を隠して高校に通うことから物語は始まります。そしてね、その高校で出会う転校生の金髪ギャルがヒロインなんですが、彼女の正体もまた忍者で、しかも組織から抜けた抜け人となっています。そんな彼女がなぜか主人公の家に転がり込んでくることになって、ドタバタ忍者ラブコメが展開するようですね。ちなみに本作口イラストを見る感じ、おそらくね、バカラノベの分類になりそうなオーラがプンプンしています。試し読みを読んだところ、主人公は忍者を辞めようとしているんですけど、忍者はモテるっていう嘘を信じてもう一回忍者を目指すっていうね、なかなかアホなキャラクターになってました。結構ね、特殊な状況での学園ラブコメになりそうですので、こちらね、結構読むのチャレンジがいりそうですね。まあ、かなり攻めた学園ラブコメになりそうですので、こちらね、気になった方はチェックしてみてください。お次はこちら。大嫌いなあいつとテレパシーで繋がったら、こちらはちょっと不思議な青春ラブコメって感じです。まあ、テレパシーなんかが登場する SF 要素のあるストーリーとなるようです。本作の主人公とヒロインは口を開けば喧嘩する犬猿の仲なんですけど、実はテレパシーでお互いの気持ちが分かってしまう不思議なつながりがあるようです。ただね、ここでちょっと面白いのは、テレパシー能力を含めた異能力者たちはいろいろな事件を起こしていて、
政府から検視されてるってことですね。まあ、能力者だとバレてしまえば国中から追われてしまうみたいです。ただね、二人は能力がバレてしまって逃避行をすることになるようです。トックを支配する大企業や暗躍する公安警察などいろいろな組織から逃げ続ける逃避行アクションが展開していきます。これね、なかなか面白そうな設定ですね。なんかこう映画とかでありそうな感じです。まあ、お互いの気持ちがテレパシーで聞こえちゃうっていうね、ギスギスした関係が逃避行の中でどう変わっていくのか、ラブコメ的なところもね、どうなるのか気になります。なかなかね、面白い設定の SF 青春ストーリーになりそうですので、自分はね、購入してみようかなと思っています。こちらもね、気になった方はチェックしてみてください。以上、MF 文庫デーの注目新作でした。結構変わり種な新作が多かったですね。そして MF 文庫 J はその他にもグッバイ宣言シリーズの最新刊ショットガンナウル、超人気楽曲から生まれた青春ストーリーベノム第4巻求愛性少女症候群、十文字青先生が手掛ける命の食べ方第4巻などミュージック系のラノベが一気に発売となります。 MF 文庫 J の新しい柱になっているジャンルですので、こちらも要チェックですね。続いては10月25日発売のダッシュ X 文庫を見ていきましょう。今回はシリーズ続刊タイトルと新作1作品ずつピックアップします。今回紹介するのはこちら。迷子になっていた幼女を助けたら、お隣に住む美少女留学生が家に遊びに来るようになった件について第5巻。そして新シリーズのサクバス四重八手。こちらの2タイトルを紹介します。片や純愛ラブコメ。もう一方はエロ要素が強そうなラノベで、結構対極的な感じですね。まずはね、シリーズ続刊タイトルの方から見ていきましょう。こちらのシリーズはね、しっかり10版も重ねているダッシュ X 文庫の人気作品です。まあ、美少女留学生とマンションの隣同士で過ごしていくお隣様ラブコメとなっています。本作の特徴としては、ヒロインの妹を助けたことから二人の仲が近づいていくっていうところですね。幼い妹のお世話をしながら、まるで夫婦のような関係になっていく二人が、かなりニヤニヤできる甘々ラブコメになっています。まあ、お隣同士のラブコメ設定っていうのはね、まあ、正直もうね、使い尽くされていて、新鮮味はね、正直ないんですが、まあ、純愛ストーリー部分の作りがかなり丁寧なのと、妹がね、甘えん坊でめちゃめちゃ愛らしいので、まあ、その部分がね、いい感じのフックになっています。やっぱりね、無邪気な子供の可愛さは強いですからね。まあ、それとね、主人公が過去に問題を抱えていて、それを乗り越えようとしたりと、ストーリー部分もしっかりしています。関数が進むごとに家族のような関係となっていくんですが、最新刊では主人公とヒロインがとあるトラブルに巻き込まれてしまったりと、結構ね、シリアスな展開にもなりそうです。まあ、そこを乗り越えて、二人の絆がより強くなるって感じでしょう。まあ、全体的にね、丁寧な作りの純愛ラブコメですので、まあ、これまで出た要素が好きなら、確実に楽しめるシリーズだと思います。こちら関数がまだ少ないうちにチェックしてみてください。続いては新シリーズです。タイトルはサキバス四重八手ですね。こちらの作者はヒゲを剃る、そして女子高生を披露のしめさば先生となっています。いや、なんか今回の新作ね、だいぶ色物なオーラが漂っていますね。こういうタイプの作品って初めてじゃないですかね。本作の主人公は回復魔法が取り柄の青年で、勇者パーティーのメンバーとして魔王討伐のため日夜頑張っていたんですが、ある日国王から勇者パーティーを脱退し、サキバス四重八手を完遂せよという勅命によって物語が急展開していきます。まあ、ちょっとね、あらすじの通りにストーリーを読んだんですけど、なんかちょっと意味不明すぎて難しいですね。まあ、サキバス四重八手って何なんだよって感じですが、それは世界を救う儀式であり、困難かつエッチな行為の数々だとあらすじでは書かれていました。魔王軍によってね、窮地に陥った人類を救うために、サキバスの姫であるヒロインと共にサキバス四重八手をやり遂げる必要があるということで、いやー、どういう意味なんでしょうか。まあ、どう反応すればいいのかもちょっとわかりませんね。とりあえずね、口イラストを見る感じ、結構ドエロい感じですので、エロティックファンタジーなのは間違いないでしょう。まあ、正直ね、作者もレーベルもご乱心してしまったのかって感じですが、果たしてどんなエロコメとなるのか、チャレンジャーの方はね、本シリーズ手を出してみてください。まあ、自分もね、ちょっとね、頑張って手に取ってみようかなと思っています。ダッシュ X 文庫はその他にも、報われなかった村人 A、貴族に拾われて溺愛された上に、実は持っていた伝説級の神スキルも覚醒した第6巻。いいなずきができたと思ったら、そのいいなずきが学校で有名な悪役令嬢だったんだけど、どうすればいい第3巻。オタク知識ゼロの俺がなぜか男嫌いなギャルとオタ活を楽しむことになったんだが、第2巻も発売となります。なんか早口言葉みたいでしたね。こちらもね、シリーズファンはチェックしていきましょう。続いては10月25日発売のオーバーラップ文庫の注目作品です。こちらもね、シリーズ続刊タイトル1点と、新作を1点ピックアップしていきます。今回紹介するのはこちら。本能寺から始める信長との天下統一第10巻。絶滅騎士の魔導教室。訳あり最強騎士と落ちこぼれ政党会長。こちらの2タイトルです。まずはシリーズ続刊タイトルから見ていきましょう。
こちらのシリーズは戦国時代にタイムスリップして始まる戦国ハーレム戦記ファンタジーです。巻数もついに大台の10巻目を迎えました。高校生の主人公が織田信長を助けたことから歴史が変わっていく戦国イフファンタジーが展開していきます。タイムスリップものらしく現代知識を生かして活躍したりヒロインたちのハーレム展開なんかもありますので、がっつり成り上がりストーリーが楽しめます。やっぱりね、戦国イフファンタジーはこれがないと始まりませんよね。さらに本作はもし信長が生きていたらどうなっていくのかっていうところもね、しっかり描いているのもポイントです。関数が進むとね、海外展開なんかもしていきますので、ワールドワイドな物語になっていくっていうのも特徴ですね。最新巻ではヨーロッパ大陸へと進出していきますので、史実とはね、全くかけ離れた領域へ物語は進んでいってます。信長と一緒にね、世界を相手取るっていうのもね、戦国ファンタジーではなかなか珍しいでしょう。戦国イフファンタジーが好きな方は本シリーズチェックしてみてください。続いては新シリーズです。今回紹介するのはこちら、絶滅騎士の魔導教室、訳あり最強騎士と落ちこぼれ生徒会長。こちらはファンタジー系の新作です。主人公が教師でヒロインが生徒の共感系ファンタジーとなっていまして、雰囲気としては来月最終巻となっているろくでなし魔術講師とアカシックレコードを彷彿とする感じで、結構ね気になっています。本作のストーリーは空を飛び魔物と戦う魔導士を育成する魔導都市が舞台となっていまして、そこに新任教師として主人公が派遣されるところから始まります。隠された力を持っている主人公がその力を解放し魔物を撃退するんですが、その姿を見た最弱の生徒から自分を強くしてほしいと依頼されていきます。そして主人公は彼女を最強にすべく育成を始めていくっていう展開となるようですね。ちなみに本作ウェブ連載時のタイトルは拾った美少女があなたが嫌いですとツンツンしながら世話を焼いてくるとなっていまして、タイトルがねだいぶ変わっています。もともと短編だったものを大幅加速して出版するようですので、ストーリーはねかなり肉付けされているんでしょう。試し読みとねウェブ版を確認した感じ、舞台やメインキャラは変わっていませんので、気になる方はね先にウェブ版の短編の方からチェックするっていうのもありかもしれません。こちらね、共感系のバトルファンタジーが好きな方はチェックしてみてください。オーバーラップ文庫はその他にも、TRPG プレイヤーが異世界で最強ビルドを目指す第9巻、攻撃力ゼロから始める剣聖譚第2巻も発売となります。シリーズファンもね、こちらも見逃さないようにしていきましょう。続いては10月30日発売のファミ通文庫から1作品を紹介します。紹介するのはこちら、酸欠のサッカーは世界を揺らす。本作、表紙やタイトルからもわかる通り、まさかのサッカーをテーマにしたラノベっていうことで、いやーラノベでは相当珍しい作品ですね。個人的にはもっとね、ラノベはね、漫画みたいな王道スポーツものがね、あってもいいんじゃないかなと思っていたので、本作かなり気になっています。本作のキャッチコピーは、天才と天才が出会うところから始まるサッカー神話となっていまして、主人公が学校の球技大会で、日本サッカーの救世主とまで言われている天才ストライカーがいるクラスを倒してしまったことから、そのね、天才ストライカーに興味を持たれてしまうという流れとなっていくようです。日本代表まで上り詰めている爽やかイケメンと主人公がね、サッカーを一緒にやることになるわけですが、ストーリー的にはね、高校サッカーが舞台になるっぽいですので、いやーかなりねどうなるのか気になります。それと本作ですけど、主人公がちょっと特殊な設定があるようで、主人公の頭の中に山彦と名乗る別の人間の声が聞こえるっていうね、秘密を抱えているようで、なんかちょっと不思議な設定もあるんですよね。といってもね、超次元サッカーみたいな感じではなくて、スポーツ青春ものとしてしっかり楽しめそうな感じです。ラノベでスポーツものがね、どうなるのかちょっとわからないんですけど、自分はね、本作購入してみるつもりです。今後もね、こういうスポーツもの増えてほしいなって思いますね。続いては単行本の注目作品をピックアップしていきます。今回は2作品ピックアップします。転生したらスライムだったけ21巻、異世界のんびりの丘16巻、こちらを紹介していきます。まずは転スラからですね。こちらは GC ノベルズより10月30日に発売となります。だいぶ久しぶりの新刊ですので、シリーズファンは待ち待っていたって感じでしょう。皆様ご存知、スライムに転生し始まる異世界ファンタジーシリーズなわけですが、その人気はね、圧倒的なレベルまで来ています。シリーズ累計発行部数は4000万部を突破し、ラノベジャンルの中でもぶっちぎりの1位となっています。長らくね、とあるシリーズが1位だったんですけど、今年一気に差をつけて1位を獲得しました。さらにシリーズ10周年のメモリアルイヤーでして、複数のコミカライズ展開など、かなり精力的なメディアミックスを行っていますね。11月1日には完全新作アニメ、コリウスの夢が配信開始となりますし、テレビアニメの第3期も来年の春から開始ですので、いやかなり熱いですね。マジで勢いが止まることを知らないっていう感じですので、いやさらにね、ここから盛り上がっていくのは間違いないでしょう。
まあ、原作ラノベに関してはね、前巻が去年の9月発売ですので、いや1年ぶりの新刊です。やっぱりいろいろとメディアミックスが多いとね、原作の刊行ペースがゆっくりになっちゃうっていうのはまあちょっとどうしようもないですね。あとはテンスラはね、キャラ数が本当にすごく多いので、あんまり間が空くとね、いろいろと忘れてしまうことも多いので、まあ、新刊が発売する前に前巻を読んでおくっていうのがいいかもしれません。まあ、待望の新刊ですので、A シリーズファンはがっつり楽しんでいきましょう。そしてラストはこちら、異世界のんびり農家の16巻ですね。こちらも10月30日発売です。このシリーズはね、刊行ペース安定しています。関数もだいぶ多くなってきましたね。まあ、今年の1月にテレビアニメも放送されましたし、原作は読んでいないけど、アニメを見ていたって人も多そうですが、まあ、どうでしょうか。アニメに関してはね、そこまで目立った感じではなかったんですけど、まったり楽しめる感じで、個人的には悪くない出来でしたね。まあ、このシリーズはね、ストレスフリーで村を発展させて、住民を増やしたり、事業を発展させていく展開がね、ほんと面白いんですよね。特に原作の方はね、文章の形式が、まあ、いい意味で淡々としてるっていうか、まあ、のんびりなんだけど、展開のスピード感はかなり速いですので、サクサク読めるっていうのがいいんですよね。まあ、作者の内藤先生は、ソフトハウスキャラっていうね、まあ、知る人と知る美少女ゲームメーカーでシナリオライターをしていたんですが、まあ、その時からね、こういう街づくり系の作品を手掛けていましたからね。まあ、ジャンル的にはお箱って感じです。まあ、最新刊に関してはね、村に忍び込んだ密偵がトラブルを起こすようですが、まあ、それものんびり解決していっちゃうようです。まあ、このシリーズはね、本当に気を張らずにのんびりコツコツ読んでいくタイプですので、まあ、シリーズファンはね、まったり楽しんでいきましょう。以上、単行本の注目作品をピックアップしていきました。はい、ということで今回は10月下旬発売の注目ラノベを紹介していきました。今回はね、妖術とかテンスラとかラノベ業界でもトップの人気を誇るシリーズもありましたし、かなり変わった雰囲気の新作も多くて、いやかなり豊作なんじゃないでしょうか。まあ皆さん的に気になったラインナップがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。以上、本動画はここまで。また来週もね、新刊紹介していきますので、チャンネルの応援の意味も込めて、高評価ボタンをポチッとするか、もう一本別の動画を見てもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。またね。